Thank you.
安心して、このフリティア先生がついてけないことはない。安心して分析員、フリティア先生はその期待を裏切りはしないから。敵の数が指数カウント的に増えてる。とりあえず隠れるべきかな。そりゃすぐ逃げなかったんだから、こうなるのは至極当然だよね。もちろん。ちょっと体が変な感じが。分析員、フリティア先生がまだ動けるうちに早く実験室へ連れてって。今はデータを集めるのに。分析員どうだった？私前より進歩してるのかな？